で道場破りだぜ。妙な日本語だけ知ってんだから。どうした。あ、花園さん、大変です。ん、お、なんだあいつは。それがいきなり現れて八原さんに試合を。何？頼もう八原、レッツファイト。どうしました花園さん。あいつはひょっとしてジョディ・ロックウェル。なんだ先輩の知り合いか。違う、テレビで見たんだ。去年の女子柔道世界選手権であいつ72キロ超級で優勝したやつだ。世界選手権で優勝。いくらやわらさんでも やばいよ。頼もうやわらいのクマ。頼まれても困ります。私戦う気ありませんから。やめたまえ君。さあ猪熊、今のうち逃げるんだ。でもここは花園さんに任せて早く逃げてください。でも猪熊、男花園、たとえ一命をかけても君には指一本触れさせ。やわらウェイ来た。やわらさん早く。男花園、そうやすやすとは。やわら、三人束になればいくらなんでも。やわら、ウェラミニッツ、やわら。あいつ余計なことしやがって。せっかくの夢の対決が水の泡ですね。Could you tell me Miss Yawara's address? へ、住所を聞いてるんじゃない。ダメ、やわらさんの住所なんか絶対に教えられません。ふざけるな、誰がおめえなんかに教えっか。Could you tell me Miss Yawara's address? はい、東京都世田谷区。ああ、びっくりした。何だったんだろう、あの人。柔道部のみんな無事かな。すごく強そうだったけど。やわら！あ！グッドニュースじゃ。ええー、
決めてきたってどういうことよ。じゃから西海大学入学を決めてきたのじゃ。私に一言も相談しないで。お前の喜び驚く顔が見たくての。噂にたがわずなかなか良い大学じゃったわい。あそこならお前も思う存分技に磨きをかけられるというもの。もうどうしていつも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 そうやって勝手に決めちゃうのよ。おお、そんなに嬉しいかやわら。怒ってるのよ。あ、そうそう、お前の好きそうな今流行りのジャングルジムとかいうものもあったぞ。それを言うならアスレチックジム。そうとも言うかな。もういい。とにかく私絶対西海大学なんか行かないからね。どこへ行くんじゃこのわがまま娘が。私は三つ葉女子短大を受験するんだから。三つ葉？聞かんなじゃな。柔道部はあるのか。ありません。柔道部もなければ道場もありません。汗臭い男の人たちもいません。そんなところへ行ってどうするのじゃ。女子大生活をエンジョイするの。勉強したりおしゃれしたり恋したり。またそんなくだらんことを。おじいちゃんにとってはくだらないことかもしれないけど、私には大事なことなの。西海大学なんて絶対行きません。西海大学の祐天寺監督にいちご大福を山ほど来そうになっちゃうのじゃ。今さら断れるか。あっ、切れた。何よそれ。いちご大福と私を引き換えにしないで。頼もう。なんじゃこいつは。学校からずっと追いかけてきたの。私と試合をしたいって。頼もう。こやつ今までやわらが戦ってきた相手とは一味も二味も違うわい。こりゃ面白い。ぜひ実力を見てみたいの。やわら、一つ胸を貸してやれ。いやよ私。いくじのないやつ。頼もう。よかろう、とっとと同意に決めるがいい。おじいちゃん。急げカモだ。はい。間に合った。でもなんか変じゃないですか。そういえばどうしてじいさんがどんに来てんだ。さあどこからでもかかってきなさい。 Oh, you and me? やわらと戦う前にわしが実力のほどを見てやると言うとるのじゃ。なんだ。おじいちゃんやめて。さあ来い。じいさんだ。あのロックエルが戦わずして負けちまった。ああ泣かしちゃった。おかわり。おじいちゃん、この人本当に入門させる気？もう6杯目よ。食費が持たないわ。あの程度でわしの強さを見抜いたやつ、ただものではない。お前のいい稽古相手になるぞ。
でも。おかわり。やわら。やわら。やわら。トレーニングスタート、やわら。ハリアップ、やわら。ジョーディ、あたし明け方の4時まで受験勉強してたのよ。あんまり寝てないの。おう、寝ないのいけない。寝る怖いそうだつ。え？56、57、ダメだわ。こんなことしてたら絶対に受験に失敗しちゃう。三つ葉女子短大に落ちたら。無理やり西海大学に入れられちゃうかもしれない。ジョディ、あなたいつまで日本にいるの？はい、多分今すです。私、ジゴロ先生の弟子になったです。先生、本当にストロング。でもやわら、あなたもストロング。私と戦ってくれるまでカナダに帰りません。しばらくお会いしないうちにまた一段と美しくなられた。まさしくダイヤモンドの輝き、華やかに咲き誇る真紅のバラ。さやかさんの輝きの前ではこの舞踏会の美女たちも影薄しですな。それほどでもありますわ。いや、あなたのお父さんには以前ずいぶんとお世話になったもんだ。どうかゆっくりベルギーの情緒を楽しんでいってください。大使、私はこの国に遊びに来たわけではありません。ベルギー柔道界の女王ベルッケンスと戦うために来たんですわ。それなのに彼女留守だって言うじゃありませんか。きっと私が来ると知り逃げ出したに違いありませんわ。いや、ベルッケンスは柔道家でありながら有名ファッションモデルですからね。いつも世界中を飛び回っているのです。いいえ、逃げたに決まってますわね、風祭りさん。しかしさやかさん、ベルケスがいなくともこの国にはまだステルケスがいますよ。ステルケス？ほら、あそこで踊っているあの女性、彼女はベルケスに次ぐ実力の持ち主です。さやかさんにとってもかなり手強い相手だと思いますよ。さやかさん。失礼。さやかさん。この程度の相手、私の敵ではありませんわ。私の立場が。落ちるわ。こんなことやってたら絶対に受験に落ちるわ。わしの思惑通りじゃ。さすがは世界選手権の覇者だけあるわい。女帝が来てから1週間、やわらのやつも稽古に熱が入ること。絶
るわ。じゃあね、今度は応仁の乱。1467年。食後の運動ね、やわら。落ちるわ。フリーケンティー、しばしば。じゃあね、ハウント、頼もう。やわら、出没する、つきまとう、バスノーね。家までエクササイズウォークね。頑張ってね、やわら。レッツゴー、やわら。なんか大変そうですね、やわらさん。ディスパレート、絶望的な。悪いけどこれ以上付き合ってらんないわ。どんなに呼んだって絶対に開けてやらないんだから。やわら、トレーニングしましょう。ヘルプミー。落ちる、落ちるわ、落ちる、落ちる。猪熊さん、落ちる、落ち、猪熊さん。やわら、やわら。ずいぶんとよくお休みでしたわね、猪熊さん。あ、はい、あ、いえ、あの何ページ目を。もう結構です。どうせあなたは柔道で西海大学に入学が決まってるのでしょ。だから今さら私の授業は必要もないというわけですね。そんなこと思ってません。ではテキストの86ページ、中川くん読んで。はい。レッツファイト、頼もう、やわら。ジョーディ、お主、それほどまでにやわらのやつと立ち会いたいか。ジゴロ先生、おイエース。なんだよ。シガレット良くない、スコ育たないよ。なんだ大きなお世話だよ、バロー。の、こいつ。ね、イエス、シガレットいけないしたらこいつら喧嘩してきましたよ。誰か担架を持ってきてくれんか。信じらんない。ふう、やわら、安心してください。私本気出しとらんよ。帰ってよ。What？ カナダに帰ってよ。私、あなたとなんか戦わないわ。柔道なんかやんないわ。私、これから受験なんだから、問題起こさないで。朝早く叩き起こさないで。やわら。
なぜ追い返した？お前と戦うためにわざわざ金田組んだりからやってきた人間をなぜ追い返したと聞いておるんじゃ。いい人だったね。ご飯5人分も食べたけど。おかわり。なんか食卓が寂しくなっちゃった。そういう問題ではあるまい。あやつ、お前と戦うために必死に日本語の勉強をしとったぞ。え？言葉が通じればお前が戦ってくれると思ったんじゃろう。おはよう。おはよう。こんにちは。毎晩明け方近くまで部屋にこもって言葉の勉強をしておった。それじゃ私と同じように寝ないで勉強して早朝トレーニングを。それでこの短期間にあんなに日本語上手に喋れるようになっちゃったの？私も一生懸命英語の勉強してるつもりだけど全然喋れないわ。お前と一戦交えたいという熱い執念がそうさせたのじゃ。お前の生半可な受験勉強などとは土台執念が違うわ。世界との対戦じゃ。ああ、なんかおじいちゃんの思い通りになっちゃったみたい。ジョデイに勝てばお前は文句なしに世界一じゃぞ。本当に私こんなことしてる場合じゃないんだけど、勉強だって遅れっぱなしだし。何ぼーっとしとるんじゃ。やわら始めるぞ。早く着替えてこんか。次回やわらレッツファイト。やわらミンとわしの送り縁姫をお見舞いするぞ。手を抱いて